はい、どうも、洛南ジャーナルの千一です。今日、本当はね、やりたかったことが一つあったんですよ。なので、ね、昨晩からこのね、まあ、ビデオを売ってる屋さんのやってるなんかね、ネットカフェみたいなところあるんですよ。で、そこに僕ね、よく思ってるんですよ。家に DVD デッキとかがないもんでね、映画とか全部こういうところにこもって見てます。ここか、最近ね、快活クラブもなんか、DVD プレイヤーとかレンタルしてるぐらいになったんで、なんか部屋によって映なかったりすることがあったんでね、そこはもう作業用に分けたりとか、あと漫画ね、読む用とか分けてるんですよ。漫画で言うとね、まあ、ちょっと僕たちも一旦選挙も終わって落ち着いたんで、五等分の花嫁に似てる似てるって言われてるから、僕たちが勉強ができない、どっかでみんなで読もうやとか、そういう話はしてるんですけど、あとは何だろう、中途で辞めちゃってるのは永遠の消防隊と、なんだっけ、金カモもなんか途中で途切れて終わってんのと、リベンジャーズはなんかこちらと呼んでるけど、なんかこれ本当どうすんのっていう風なことになっててね、今。マイキー、あれ多分、使えなかったごめんね。もう救えないと思うんだよね、あれ。どうすんのあれ、マイキー。ねえ。そりゃ日和るわって話なんですけどね、あんなもん。どないせよねっていうね。マイキーでした。何考えてるかよくわかんないリーダーっていうことで、僕も劣化マイキーとか言われてるんですけど、2人からたまに。なんで劣化マイキーって。いいわ。そんなことはどうでもいいんですけど、まあ、うちの劣化ドラケンがね、なんとかうちの組織を仕切っていてくれるんでしょう。そんなことでありますけどね、今日本当にやりたかったことっていうのは、もうすぐワンピースのフィルムレッドが公開になります。僕、公開日には行けないんですけども、翌日、翌々日ぐらいに行くような段取りにしてます。ワンピース、まだ初見読みはやってないですけども、ふわっと入ってくる情報とか、もう声聞きチャンネルもつけちゃってるし、いろいろ情報入ってくるんですけど、まあ、ちょっと、今日ね、どっかでその初見読みじゃないけど、そういうのやっていこうかなと思います。僕なりの考察とかね、そんなことをやっていこうかなと。僕のね、考察は外れたけど当たったみたいなとこもちょっとあってね。シャンクスはやっぱまあ、誰がもげとしたよと思うんですけど、まあ出てきたし、まあ、新聞を読んでたとこは回ってたし、っていうことかな。緑牛があれどうなんでしょうね。まあ、それまた後で詳しく話しますけども。で、今日何をやりたかったかっていうと、マイスペースを僕ね、開設したんですよ、ツイッターで。まあ、ほとんど誰もね、視聴者がいなかったんですけど、時間も時間だったんでね。みんな選挙速報見てたり、通過、勝手連とかその並びの人たちっていうのはもうずっと開票作業所とかそういうね、事務所とかにいただろうし、まあ聞けねえよなっていうことだったり。まあで、どっかで一回仕切り直してやろうやって思ってたのが、映画を見ながらね、ペラペラずっと喋り続けるっていうやつなんですけど、その第一弾として僕はスタンピードを選んだんですよ。なんでかっていうと、ワンピースフィルムなんとかの中で一番好きだからです。ストロングワールドもいいんですけど、それはちょっとウェイクぐらいだったんが、それだったと。あと、まあ、ストーリー的にもすごく無理がなくて、でも、ちょっと見たかったものが見れたりとか、教頭とかさ、そんなのが。そういう特別感があって、よかったな、っていうの。今回のフィルムレッドもどうなんでしょうね。なんか、いろいろ言いたいことなんですけど、まあ、仕方がないんで、今日はね、最近ね、そのワンピースの話でも、つぶさに話題になってる、浪人街っていうのをね、見ながら、ちょっと、だらだらと過ごそうかなと。言いながらあと1時間ぐらい出なきゃいけないんですけど、まあ、途中まで見といて。倍速で映画見るとか僕嫌いなんですよね。ちゃんと見たいんですよ、見るんだったら。なんかあとこの夜食に変わったんですけど、食べてなかったんで、これを今から食べようと思います。カロリーとか気にしません。あとなんかストロングを開けてます。こいつは開けてから横になったようでございます。チャンネル登録まだないとどんどんしてください。今回の学習会でね、統一教会についてね、もうはっきりはっきりとね、していきたいと思いますんで、はっきりはっきりとね、話をしていこうかなと。壺が欲しい方はこちらまで連絡ください。幸福になれる壺とね、幸せになれる壺とね、ここは試験に出るぞっていう壺とね、いろんなの用意してますんでね。1個、100万円からスタートってことで。100万円以上くれるんだったら、もう、のしつけて、もう壺に。あたすぞっていうね、そういう商売始めようかなと思ってます。ね、ざまあ見やがれ。ってことで、ツボ欲しいぞって人もね、欲しくないぞって人も、いいねボタンをどんどん押してください。それでは、一旦ここで失礼します。因果さらし。